どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。オリと暗闇の森、ブレイ再開していきたいと思います。さて行こうか。キーストーンをもう一つ入手しなくてはいけないのだけれど、さてどこにあるやら。とりあえず攻撃力が上がっていい感じ。ただ必要な経験値がパッと見た感じ152とか出ていましたからね。こりゃかかるぜ旦那。よし、とりあえず3発で敵を一体倒せるぐらいの攻撃力になっているね。非常に助かる。これからのレベルアップに欠かせないのではないだろうか。これでね、とりあえず敵の撃破が早くなったことによって経験値をおいおい稼ぐことになったとしても、こう早めに稼げるよということですかね。撃破が早いので大丈夫でしょう。きっとメイビー大丈夫。とりあえず次の強化は精霊マグネットを取りたいところですかね、個人的には。おっと、敵が向こう側にいますね。よいしょ。おっとっとっと、余裕ですよ、余裕ですよ。見てください、この主人公の攻撃能力。あ、後ろにいるね、なんかいるね。何これ、罠。ああ、掴んで動かせと。来てますね、来ると思ったよ。これなんだ、でっかいカエルなのかな、何なのかよくわからないけど、こう通れるよね絶対。おっと、あのでっかい経験値。はい、ここ通れそうだな。でも何もないか。はい、よっと。これどういうことだ。あー、そういうこと。向こう側まで持っていかないといけないのだけど、罠があるから気をつけないとやばいですよってことね。 OK、 任せてくれ。おっと、キーソン、要はあれを取るためだったんだな。向こう側からこれたっぽいけど、気のせいか。あ、おっと、経験値、経験値。さすがにこれは取り逃さないよ。危ないよね、こんなこと言ってると下手すると後で取り逃しちゃうからね。お、掴んで動かせる。あ、そうか、どちらにしろね、取れなかった。あれ、マップのかけらかな。前にね、マップがどうのこうのっていうのを言われてたから、これかなぽいですね。マップストーンの破片を見つけました。マップストーンに戻して新しいエリアのマップをアンロックしましょう。 OK。 あ、わおわお、危ない危ない。まだお前か。経験値、経験値、ミスター経験値いらっしゃい。さて、マップストーンがどこだったかな。右、思いっきり右の方だったような。全力で右へ行こう。ついでに道中にいるザクどもをどんどんしばいていこう。ここだったよね。で、ここに確かアイテムが一つあったような。おお、はまったぞ。これでまだ通っていないところのマップが解放されたわけだ。そういえば右側に行けなかったところが何個かあるんだけど、これで行けるようになったのかな。あー、水中の中にもエリアがあるね。あの水中入れるか、あとで試してみようかな。ここ右側、あー、そうか、それであそこに HP のね、最大値を上げるやつがあるわけだ。 OK、 行ってみましょうかね。とりあえず無駄にはならないでしょう、経験値稼ぎには少なくともなるからね。よっと、あそこ左側をもう通ろうと思えば通れるのだけど、ちょっとこっちですかね。おっと、ダメージ食らってしまった、痛い痛い。こっちは、あ、とりあえず敵だけ倒すか。ソウルリンクの用意ができました。まだ使いません、とりあえず必要ないかな。あ、でも定期的に入手できるな、ここな。通れないんだよな、あれ、経験値があそこにあるのに通りに行けない。はい、 OK。 あれ、152入手しろって言ってるけど、あの強いやつを倒すと入手してる量多分もっと多いよね。なんかちょっとでかい精霊の光だっけ、あれ名前ね。なんかうろ覚えだからあんまり確証はないんだけど、そんな感じの名前だったはず。あれの取得量が多いような気がするんだよね。こうだよね、ちょっと落ちてみよう。多分毒々しい色だからダメージ食らうと思うんだ。あ、だね、
だね、ダメだね、死にかけたよ俺。ダメですね。じゃあ、あの下のところも今のところはいけないかな。ちょっと右側行ってみましょう。右側にちょっと行けなかったところがあるので、普通に行けるかな。多分まだだよね。ここだ。上の方があるのだけれど、まあ、行けないかな。ちょっとジャンプじゃ届かないですね。あ、そうだ。こっちも行けるようになってるんだ。この壁蹴り的なのを入手したから。この右側は、おそらくまだ行けないんじゃないかな。多分終盤とかになりそうな雰囲気だよね。いけないね。マップを見た感じ、おいおい行くことにはなりそうだけどね。よいしょ。ほっとっと。敵が復活してる。やったね。敵が復活していてこんなに喜ぶね。メトロイドバニア系もめったにないんだけど。ちなみに珍しいですね、メトロイドバニア系このタイプの探索型アクションゲームですと、レベルはあるんだけどスキルポイント取得制では大体ないですね。こんな自分で取得するなんだろう、項目を選べるっていうのはすごく珍しいと思います。こうメトロイドバニア系という名前のね、ゆえになったメトロイドやらキャッスルバニア、悪魔城ドラクラシリーズのね、月下の野草局とかですけど、あれとかだともう完全に月下の野草局だと主人公のレベルを上げていくという仕様になっていますね。で、追加の能力はこれと同じですね。探索して手に入るという感じですかね。あちらのレベルは完全にステータス依存だからな、ステータスが良くなりますよというあれですね。これこういう当てられないのかな。ダメか、トラップか。さて、キーストーンをとりあえず使って進行していますが、あ、やべえ、これ一発はもらうんじゃないの俺。一発はもらうわ多分。ダメか、倒せないか。早く登るんだ俺。よし、いけた。主人公の名前オリでいいんだよね。あーっと、やばいやばい、やっといけた。ふう、この辺でセーブポイント作っちゃおうかな。それでもいい気がするんだって。はい、オッケーオッケーオッケー。やっぱなんかあるのかな。何これ。エナジーゲートは昔の精霊たちによって封印されているんだ。エナジーセルを十分に集めれば道を開いてくれるよ。了解。エナジーセル4つないと無理だよってことね。ダメだ、足りない。あー、でもやっぱり一気にか、一気に4つないとダメか。戻ってきましたね、エナジーセルさん。てっきりなくなるのかなーとか思って、おお、そうか、そうか、通れないか。ごめんよ、あそこに、ねえ、ダメージ判定の床があるの気づかなかった、本当に。本当に気づかなかった。奥の方にあるなとは思ったけど、あそこにあるとは思わなかった。大丈夫、いける？いける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 、私ならいける。ちょっと待ってね。あれ、もう一回撃つのも、あと。よし、作戦成功。一発もらってくるか。あああれ、もらわなくても進めますからね。俺ができないってだけですよ。ダメか、何もないか。なんか通れる壁とかありそうで心配でね、一応見に行ってるんだけど。おっと、大丈夫か。この奥は何もない。鍵4つ入手したぞ俺、大丈夫な。あっと、危ない。右右で、こうだろ。で、待機。待機しなくてよかった。普通に進めばよかった。4つ全部使ったよ。素晴らしい。さーてと、エナジーセルが溜まってるから、ちょっと1個ここら辺にセーブでも作っておこうかな。つぶ、ゼロの周りになんかぐるぐる回ってるけど、あれが溜まると回復するってことかな、エナジーセル。違うか。違うか、そうか。右側に行かなくてはいけないんだけど、ダメだ。これを壊す能力追加されるのかな、もしかしたら。私は彼女の誤解についてオーリに話した。これ回復のやつだよね。回復できないや。
オーリス精霊樹が最後の力を振り絞って君を助けたいんだ。昔話をしてもいいかな。あれは光の儀式の夜だった。彼女は僕たちの光を憎んでいて。方法なんか来ましたね。おお、フクロウですか。クロが聖印を奪ったとき、私たちの時は終わった。聖印、聖霊樹は君に光を授けた。みんなの運命を託したんだ。これから言うことをよく聞いておくれ。聖霊樹は今まで3つの光のエレメントを養ってきた。そのお返しにエレメントたちはニブルのバランスを保ち、そして守っていたんだ。水のエレメントは銀装樹の頂上に、風のエレメントを忘れられた廃墟の奥深くに、火のエレメントはホルーザンの炎の下に。ニブルを元の姿に戻すにはこれらの光を再び灯さなければならないんだ。手遅れになる前に。最初のエレメントは雲の洞窟を越えた先の木の上にある。その木にはかつて水が流れていたんだ。トゲの生えた沼地、目的地精霊釣りを見つけましょう。ゲームをセーブするには X。 OK。 あ、これで使えるようになったのね。で、これ HP を回復するからね。ついでにセーブしとこう。 OK。 ではそちらを目指していこうとしましょうか。ここ一箇所ちょっと入ってないところがあるのが明らかに気になるな。まあしょうがない、後だ。あとあと能力が増えてから探索をしよう。空洞の林、風の、あれなんて読むんだ。地面を見てごらん。なんだか下に行けそうだろう。行けそうだけど、行けそうだけど行けないよ。あ、そうやって通るんだ。そうかそうか、通っちゃっていいのかな。敵だよね、こっちに一体。これをなんとかして壊せるようにならないとな。まあ、どちらにしろあっちはこっち側から行けたはず。行きますか。行ってみましょう。敵もいるしね。倒して経験値。おっと、新しい能力。チャージかな、これは。ここで亡くなったアノは強くて勇敢な精霊だった。彼の声を聞いてごらん。彼は光を集めてさらなる力を生み出すことができたんだ。もう間違いなくチャージですかね。チャージフレームを取得しました。この能力を使うにはまず X を長押しでチャージしてください。それから離すと爆発して周りのもの全てにダメージを与えます。試してみよう。これか。チャージフレームを使いましょう。あーやべえ、今気づいた。あれエナジーセル使うんだ。オッケー、わかった。待って、待ってくれ。気づかなかった。ごめん。なあ、ならいいんだよ。そうかそうか。ごめん、マジで気づいてなかった俺。これどういうこと？ああ、そっか。チャージで当てないとダメってことね。チャージフレームが簡単になる的なスキルがあったような気がするな。
ちょっとテスト。やはりか。経験値を大量に取得だ。ソウルリンクを使って能力を解放しましょうと。この後ろに使うところがあるから、そこで回復した方がいいかな。そして左上にね、確かチャージを使わないと進めないような感じのところがあったはずだ。そっちに先に行ってみようかな。さて、ここだ。でも、まあ、精霊マグネットですかね。チャージフレーム版。チャージフレームの範囲と攻撃能力を強化する。微妙かな。あれを多分攻撃として使うことがほとんどないような気がしてきたよね。チャージフレームのコースが半分になります。効率化。それはちょっと欲しいな。さて、精霊マグネット。これが欲しいんだよね、マップマーカー。精霊マグネットもまああれば助かるには助かるかな。いちいち、アイテムがある方に行かなくていいですね。はい、OK。タニット。いけないな。どうやって下の方に行けばいいんだろう。危ない。ここ敵強いんじゃない？もしかして。ちょっと敵が強いかな。危険近すぎにはとても素晴らしいかもだけど、あ、壊れてくれた。助かった。能力セルを見つけました。新たな能力ポイントを取得します。能力ポイントを使うには能力ツリーを使ってください。 OK。 経験値とかはそのままなんだね。ただ単にポイント入手しましたよってことね。 OK、 戻ろう。一旦戻ってっとです。セーブをしまして能力取得、マップマーカーを取得だ。次はライフ効率化。アイテムで回復できるライフが2倍になる。強力な精霊マグネット。これはこれで助かる。そうですね。なんか4とか出てるけど、何が何なんだろう。マップの見方。キーストーン。あ、長老樹。長老樹は能力をゲットしたところですよね。確か。ああ、そうだね。マップストーンがあるところも表示されている。精霊の光の器があるところも表示されている。壊せる壁。あ、壊せる壁も表示されるのか。素晴らしい。一旦戻って取ろうかなと思ったけど、あの下から行けるや。普通にこっちから行こう。よかった、先にこれを入手しておいて。こう繋がってるとは思ってなかったんだよね。こっちからでいいのかな。引き続きこの能力を入手していこうかな。そしたらアイテムがあるところにとりあえずたどり着けるから助かるよね。その代わり能力は現在の状態が据え置きになってしまうけど、ちょっと残念。これだよね。よし、精霊の光の器、台を見つけました。やったね。これは本当に助かるよね。これがなかったら、本当に入手するまで時間かかってしまうからな、能力ポイント。左側にありますね、能力ポイント。あれ、どうやって行くんだろう。わかんないな。どっか、俺が気づいてないだけで通れるところがあるんでしょうね、おそらく。今のところは右側ですかね、とりあえずは。左側を探索してもいい。とりあえず右側行くように言われているから、左側のマップはおそらくおいおいね、どちらにしろ進むことになるであろうから、まずは右側行ってみましょう。あ、ついでだ、これ壊してね、経験値入手しよう。しかし主人公の動きが軽快だよね。普通に何も取っていないにもかかわらず、早いし、ジャンプの能力が普通に高い。ああ、あれが降りるのか。こっからは登れないんだね。OK。で、光の器が上にあるのがちょっと見えたから、あれを取りに行った方がいいな。取れるだろうか。果たして。普通に行けそうな気がしてきたぞ。あ、ダメっぽいな。思いっきりダメっぽいな。あっ、そう、あ、倒すとちっちゃいのが出るのか。出てる出てる、まあ、精霊の光の器も入手できているからよしとしよう。おお、ちゃんとこっち来てくれるぞ。やったね。ちょっとテストだ。ダメだ、届かない。これはやはり2段ジャンプがないとダメということかな。まあいいでしょう。しかしさっき能力ポイントを1つ入手したことによってもう少しでレベルアップして、これまた取れますね。あ、能力セルはトータルで何個あるか表示されていないね。わざとだろうな。あれ能力セルかな。危ない、ここにいたら危ない。これあれだよね、チャージボタンでチャージして攻撃した方が絶対良かったよね。
節約しようとして逆にね危ない目に遭っている俺です。ちょっと上から探索しようかな。地味に能力とかを入手するのが死活問題だからな。上にさっきの強めのカラスがいるな。あいつちょっと怖い。こっちから登れるのかな。あーダメだ、登れなさそう。うわー雲出そうだよ。あれを破壊しろってことだよね多分。ここ通れないんだろうな。一応試しては見ますけどね、通れないな多分。あ通れる、よかった。試しといて。エナジーゲートか、エナジー足りないんで俺ごめんよ。こっから行けるんだ。俺てっきりね通れないところかなと思ったんだけど。あやっちまった、先に上のところを破壊するべきだった。やっちまったぜ。どうしようかな。あそこにある、取りに行ってしまいましょう。おいでおいで、エナジーセル。はい、何かが下で起きたのは分かった。落ちようか、これ後で。ああ痛い。一撃アウト、嘘でしょ。違うと、どこまで持たされた。あれちょっと待って、待つんだ。これってもしかして何も入手していない状態に戻った。入手したものとかは全部なくすってこと。やっちまった、やっちまったぞ。待て、あの下のところも入手していないことになっている。やっちまったぜ。やっちまった。オッケー、わかった。しょうがない、こういうこともある。つまりとりあえず現在だと死んでしまったらペナルティーというかね、普通にあの前の状態に戻ってしまうわけだ。あれ HP 最大だったかな、最大でさっきの攻撃を食らって一撃で死んでしまった、それでも高いところから落ちてダメージを負ったかな。チャージはできる、 OK。 はい、光の器台を入手。でまだあの左上行けないはずなのでさっきのところに戻りましょうか。さてと、といったところなのですがね、また再度道を行かないといけないということもあるし、さっき通った道を今回は一旦ここで切らせていただきます。次回は向こうの側にねついてから再度プレイを再開したいと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。